こんにちは、ひげじいさんです。今日は八戸の2つの朝市を紹介したいと思います。一つは昔ながらある朝市で平日もやってます。一つは日曜日のみの営業になっています。まず最初は睦港駅前の江西鮮魚店さんです。昨日食べたかったサバはこれです。むちゃうまいです。スープのサービスが出てきました。スマホもすぐ食べられます。フライの串焼き、今山の学校に着きました。江西鮮魚店で鮮魚店さんでいただいたお弁当をいただいてます。うなぎとご飯に酒がまぶしちゃってとっても美味しいです。ここからがもう一つの朝市になります。立花岩壁朝市に来てます。結構にぎわってます。ちょっと回りたいと思います。思ってるよりもすごい人通りです。ニンニクであったりパンであったり、すごい活気です。まあ、日曜日ということもあると思うんですけども、ラーメンもあるし甘酒もあるし、睦港朝市とは10分ぐらいの距離のところにあります。当然海鮮もこのようにあります。ほとんどが軽で、来てお店を出しているので、そういう商店ではないです。函館みたいにこう店構えがあってやるんではなくて、岸壁で、まあ、車が集まっていろんな店を出しているという感じです。なんと昨日夜船を取った岸壁がそうみたいです。やはりすごい人通りで、皆さんそれぞれ買って袋を持たれてます。フルーツもあるし何でもあります。私はチヂミを食べようかなと思います。お好み焼きが美味しくて、今まで朝市というのを3カ所見ましたけど、干しサバが3枚で、大きいのが3枚で1000円です。山形名物のこんにゃくであったり、
まあいろんなものが売ってます。今聞きましたけども、だいたい8時半から9時ぐらいまでこういう状態らしいです。観光客が多いのか地元の方が多いのか、その辺はちょっとよく分かりません。本当に何から何まで揃っている朝市です。江西さんのお土産に小籠包を買いました。今海鮮の小籠包を買いましたけども、まあ楽しい朝市だと思います。焼き鳥屋さんもあれば野菜も売ってます。野菜もあるし、まあ、こういう炭の焼いてるのもあります。くどいようですが、日曜日だけなので注意をお願いします。本当に朝市の情報ありがとうございました。